はい、こんにちは、こんばんは、葵です。アパシーミッドナイトコレクションボリューム1のおくりぬ8回目始めます。はい、前回ね、なぜか犬目線のねルートに入っちゃったんだよね。あ、これ焼き餅だね。うん、それまではこの出会いっていうルートで宝部美穂ちゃんの目線でやってたんですけど、まあ人間目線ですよね。そのまままた焼き餅ルート、犬ルートということでやっていきます。この時美穂の勘は鋭かった。うん。でここでそうだね、このシャルルちゃんですね。うん。エミちゃんの飼い犬とこの子ね、ポヘね。まあ、坂上修一くんの飼い犬だよね。この先のちょっとルートを分岐まで進めます。うん。ここだね。前回この、サンダ心を癒したいなーっていうルートを選んでったら、ちょっとチンピラみたいなワンちゃんが現れて、戦ったんだよね。ポヘが男を言い出して。で、割とラブラブルートで、エンドを迎えたんだけど、どうしようかな。じゃあ1番、千田さんに付きまとう邪魔な奴を何とかしないといけないわ。行きましょう。邪魔な奴ってのは要するに、宝部美穂ちゃんのことやね。行きますか。さてと、行くわよ、ポヘ2世。え、行くってどこへ。決まってじゃない。あいつを見張りに行くのよ。宝部美穂を見張りに行くってことやね。え、また行くの。さっきも大学まで行って追い返されたじゃないか。僕もう行きたくないよ。でも行くんだろ。今度は大学じゃないわ、自宅よ、自宅。あれから何時間経ってると思うのよ。とっくに帰ってるに決まってるわ。え、でもそろそろ僕んち夕飯の時間。あ、シャルちゃん。ずっと振り回されっぱなしなんだな、こいつは。ほんとどんくさいよね。早くしなさいよ。もう言われっぷり。あ、待ってよ。もうそういう体質なんだな。あら、今日はいないみたいね。まさか千田さんに会いに行ったんじゃないでしょうね。今日はってことは何回も言ってんのか。もう遅いよ、帰ろうよ、シャルちゃん。うっさい、黙ってなさいよ。扱いよ。あ、え、何、ポメラニアにパグ。最近、ミホのことつけてるの、あんたたちね、この、眼差しに覚えがあるぞ。え、白井窓かの、飼い犬かな。いや、似すぎでしょ、似すぎでしょ。つばかさあるし、なんか、襟巻き、似たような襟巻きつけてたしね。本人？あんたは？おかしいな、手紙からは山崎の匂いがしたのに。そうだよね。白井まどかがあの手紙の差出人は山崎って言い出したからね。む、何をバカにしたようなその目は。なんかムカつくわね。あ、あの僕たち、私たちがあいつの後をつけちゃ悪いわけ。シャルちゃん、別に悪くないけど、美穂が困ってるからね。親友として、あ、やっぱ親友って言ってるわ。なんとかしてあげようと思ったんだけど、やっぱりこの子自身が白井窓か化けれるのかな。もしかしてあの子も犬族ってこと。え、千田さんと一緒。実害ゼロのに当たっちゃった。外れね、残念。あんたたち早く帰ったら。どうせ首輪付きでしょ。大好きな飼い主が心配してるわよ。え、君たちはどういう犬族。何よ何よ、何なのよ、あの女。千田さんと仲がいいからって。帰ろうよ、シャルルちゃん。ポヘ2世が不安そうに私の様子を伺ってる。何よ、そんなに嫌なら私の後をついてこなければいいのに。いや、それは無理だよね。でも確かにもうそろそろ家に帰らないと。エミちゃんが心配する時間帯だわ。うん、ここでおとなしく帰るのってなんだか尺じゃない。私が迷ってると、私の顔をしげしげと見つめていた女が何かに気がついたような表情をした。うん。そうそう、あんた、どっかで見たことあると思ったら。そうよ、山にいるタヌキに似てるんだ。あ、これバカにしてる？煽ってる？そうそう、タヌキよ、タヌキ。はっはっは。
都会でタヌキを見れるなんてね、これはやばい。そう言って笑い転げている。タヌキですって？私だってテレビでタヌキを見たことあるけど、私があれと同じですって？プライドが。ふざけるんじゃないわよ。こうなったらもう容赦はしないんだからね。おお、本能に従う血の記憶にかけて。なんかあの、力でねじ伏せる。無理だろうな。体が、大きさが違いそう。本能に従う。勢いで。ここは犬本来の本能に従うわ。私は自分の中の本能と呼ばれるものが何を求めているのか、じっと耳を傾けてみた。そしたら、聞こえてきたの。チャルル、どこに行っちゃったの？これ、エミちゃんだな。エミちゃんの私を心配する声が聞こえた気がする。やっぱり、エミちゃんに心配はかけられないわ。私は苦しいけれど決断を下したの。これで勝ったと思うなよ。源平とまでの弁慶みたい。シャルルちゃん、それなんだかチンピラみたいだよ。確かに。捨て台詞。そうよね。ほら、行くわよ。捨て台詞のテンプレだね。あ、待ってよ、シャルルちゃん。あんたたちお似合いね。もう二度と来るんじゃないわよ。ムカつく。あの女の下品な笑い声を背中に聞きながら私は家路に急いだわ。追い返されちゃった。今あの女に噛みつく時間があったら、エミちゃんを安心させてあげないと。すごい、すごいエミちゃんへの愛があるね。そう。これが基礎本能ってやつなのね。待ってて、エミちゃん。今帰るから。それって基礎本能とは違うと思うよ。私が基礎本能って言ったら基礎本能なのよ。そんな乱暴な。私は抗議の声を上げているポヘにせよ無視して一生懸命走ったわ。そして我が家が近づいてくるとはっきりと聞こえてきたの。お、エミちゃんだ。シャルル、どこに行っちゃったの？エミちゃんの声、やっぱり心配してくれてたんだ。坂上くんも。ラタさん、探しに行った方がいいと思うよ。お前はポヘ探さないの？エミちゃんの隣にはポヘ2世の飼い主でお隣に住んでる坂上もいたわ。ちょっと、なんであんたがエミちゃんの隣にいるのよ。そこは私とエミちゃんだけの感動の再会シーンでしょ。うるさい。大地、なんであんたがここにいるのよ。性格は同じなんだね。え、だってお隣さんだし、うちのポヘ2世もいないから。ちっとも理由になってないわよ。エミちゃんは坂上に気を取られて私になかなか気づいてくれないの。でも悪いのはエミちゃんじゃないのよ。私を無視させて自分を気にしてもらおうとしてる坂上がいけないんだもの。こうなったら。エミちゃん、超えた。私は声を出してエミちゃんを呼んだの。シャルル？シャルル？私はエミちゃんの胸へ飛び込んだの。私の視界の隅っこでは、ポヘ2世と坂上が似たようなことをしているのが見えたけど、そんなの無視よね。私には大好きなエミちゃんしか見えないわ。シャルル、もうどこに行ってたの？心配したんだから。ごめんね、エミちゃん。エミちゃんは強く私を抱きしめて、優しく体を撫でてくれたわ。その時の安心感と気持ちよさったら、飼い犬の至福の時って感じね。私はうっとり夢見心地になっていたの。でも、その雰囲気に水を差す奴がいるのよ。坂上か。よかったね、倉田さん。シャルルが帰ってきて。そう言うと坂上が私に触ろうと手を伸ばしてきたけれど。わわ。あんた、私とエミちゃんの邪魔しないでよ。低くなった。空気読め、空気を。犬にまで馬鹿にされる坂上。相変わらずなんだね、シャルル。そんな風に苦笑いしてもダメよ。私は坂上を威嚇して触らせないようにするとまたエミちゃんに甘えたわ。エミちゃんは私が坂上を威嚇しても怒らないし、むしろいい子ね、シャルルと褒めてくれるの。飼い主の喜ぶことをするのは当然のことよね。でも本当に帰ってきてくれてよかった。そういったエミちゃんの目が涙で潤んでいるのに気がついて私は反省したわ。私、ダメな飼い犬ね。エミちゃんに心配かけるなんて。ごめんね、エミちゃん。これからはもっといい子になるわ。もう二度と同じ間違いは繰り返さないわ。
ということで、何？何がどうしたの？エミちゃんに心配かけられないし、今度からは。もしかして、見張り辞める気になったんだね。よかった、僕も家の人に散々怒られちゃったんだ。何のんきなこと言ってんのかしら。辞めるわけないでしょ。え、でも、エミちゃんには心配かけないって。だから、もっと頭を使いなさいよ。昼間はほとんど行動が自由だし、困るのは夜よね。でもみんなが寝ちゃえば出かけられるわ。抜け出すの？あとは外食とか行ってくれたら、まだまだ見張りは継続可能よ。え、だってだって、みんなが寝てるときは僕たちも寝てるだろ。寝てるんだったら起きればいいんだわ。文句は聞かないからね。そうと決まれば今日から出征するわよ。ともかく午前2時に、この公演集はね、遅刻したら噛みつくからね。そんなあんまり嫌がってないな。エミちゃんも泣かないし、あいつも見張れる。私って頭いい。女なら一石二鳥じゃなくて三鳥四鳥、いえ50鳥ぐらい狙わないとね。私の計画はまだまだ途切れることはないんだから。すげえ。あ、エンディングになっちゃった。諦めない、さすが。よし、じゃあ分岐に戻って3番いこう。一応ポヘ2世の意見も聞いてみようかしら。一応ね。ポヘ2世、あんたどっちがいいと思う？え？私的には千田さんに会いに行くか、あいつを見張るか、どっちかがいいと思うんだけどね。あんただったらどっちがいいと思う？いや、聞くだけ無駄な気がする。そんなこと言われてもだよね。どっちよ。家に帰るとか？そんなこと聞いてないわよ。でもさ、もう遅いよ。使えないわね、下打ち。こうなったら私が決めるしかないんだわ。本当に。決断力ないから、ポヘは。どうしよう。ここは邪魔者が気になるわね。癒しが欲しいわ。なんか、前に出てきた選択肢とちょっと似てますね。もうなんだか疲れちゃった。これだけちょっと、経路が違うね。今まで選んだことないような感じだね。じゃあ3番、潰していく感じでいこう。選択肢をね。もうなんだか疲れちゃった。そうよね。もう暗くなってきちゃったし。あんまり遅くなると、エミちゃんも心配するわね。しょうがない。ここはおとなしく彼としましょうか。これ多分、バッドエンドコースだね。それじゃあ、明日いつもの時間ね。え、明日も行くの？当たり前でしょ？寝ぼけたことはその顔だけにしてよね。本当寝ぼけてるな。ひど。さあ、明日も張り切って、あいつが千田さんにちょっかい出さないか見張らないとね。私はシャルル。千田さんにつく悪い虫を退治するのが私の役目。千田さんにちょっかい出したら、私の牙がうなりを上げるわよ。まあ、ちょっと恋する乙女的なね。エンディング16、お家に帰ろう、やっぱり。さて、選択肢戻りました。でも、この1、2は、以前選んだ選択肢にかなり似てますよね。癒しが欲しいわって言ったら多分またチンピラ剣出てきて、ポヘが守って終わりみたいな感じだよね。で、こっちだと多分また白井窓花剣が出てくるんじゃない？はい。あ、やっぱり出てきたね。はい、やっぱりここの選択肢で、どうしようかね。血の記憶にかけて、これ、行ってみようか。3番ちょっと強引な感じするね。まあ、ちょっと行ってみよう。血の記憶ってことは、野生を呼び覚ますみたいな感じじゃない？私は私の中に流れる血の記憶にかけたの。知ってる？私たちポメラニアンの祖先はスピッツ系のサモエドらしいの。サモエドっていうのは、なんていうの？このサモエドっていう犬は北欧で狩猟犬や作業犬として暮らしていたらしいわ。おお。狩猟犬、つまり狩りをする犬ってことでしょ？だったら普段眠っている血の記憶を呼び覚ませば、私だってこの女を撃退できるってわけよ。理屈がちょっと間違ってる気がするけど。さあ、覚悟しなさい。この失礼女。失礼。
二度とタヌキだなんて言わせないんだからね。もうそれだけが引っかかってんだね。タヌキって言われたことが全てなんだ。あんまりふざけたこと言ってると痛い目に遭うわよ。そんなちっこい体でどうしようっていうわけ？まさか私と戦うつもり？そのまさかよ。私のご先祖様は狩猟犬だったんだからね。ちょ、待って、シャルルちゃん。狩猟犬、私はポエ2世の精神を無視して失礼な女へと襲いかかった。狙うのは首に近い背中よ。本当は喉笛に噛みついてやりたいとこだけど、いきなりじゃ危険すぎるわ。おお、一応考えてはいる。これでも硬い犬用ガムをかじって鍛えた歯と顎よ。その程度だな。痛い、このタヌキ何すんのよ。あ、いけたんだ。私の噛みつきは大成功。失礼な女に一矢報いることができたわ。もうこの辺にしときなよ。でもいつまでも噛みついてると爪で払い落とされるから、すぐさまそこは飛びのくの。そして図体ばかりの失礼な女には真似できないゲートを見せてあげる。何、俊敏さん。ちょこまかとしてうざいわね。私はともかく動き続けたわ。きっと私が失礼な女に勝っている部分があるとしたら、小さな体を生かした俊敏性だけ。なるほど、止まって一撃でも受けたら私の負けは確定だわ。だから私は動き続けた。そしてタイミングを見計らって噛みつこうとしたけど、相手もなかなかやるわ。噛みつこうとすると爪で腹にのけるの。私もこの攻撃を食らわないように慌てて飛びのくのがやっと。野犬は勘が鋭くて厄介ね。でもなんだか私の体いつもより軽いの。きっといつもの数倍のスピードで動いてるわ。なんかアドレなってる。これが私の中に眠っていた血の記憶なのね。ありがとうご先祖様。私ポメラニアに生まれたことを感謝するわ。そうと私が攻撃しつつも、ご先祖様に感謝していると、まるで水を差すようにポヘ2世の悲鳴のような声が聞こえたの。なんか余計なこと言いそう。シャルルちゃん、確かにシャルルちゃんのご先祖様はワーキンググループの狩猟犬だけど、僕らはトイグループの犬種なんだよ。どういうこと？しかもシャルルちゃんたちポメラニアンはペーパーボーンって言われるくらい骨が弱いから、そんなに動き回ったら折れたね。キャッ、今の音ってもしかして痛い。左の後ろ足が死ぬほど痛い。もしかしなくてもこれって骨が折れちゃったの？今までに経験したことない痛みだわ。こんな痛いことがあるなんて。あらら、これだから首は突きってダメね。で、覚悟はできてるんでしょうね。まずい、これは大ピンチだわ。痛くて起き上がれない。ひたひたと、まるで嫌味なくらいゆっくりと失礼な女が私に近づいてくる。私が動けないのをいいことに余裕を取り戻したのね。悔しい、負けるなんて、負けるなんて絶対に嫌。気は強い。シャルルちゃん、まだ立ち上がれるんだ。タヌキの割に頑張るわね。根性はありそうだからね。うっさやね、タヌキタヌキって言わないでもらいたいわ。私は痛む左の後ろ足をかばいつつ、震える体でなんとか体勢を整えようとした。でも起き上がるのが精一杯。次襲われたら避けることもできないわ。でもいじってもんがあるの。プライドってもんも見えってもんもあるのよ。それが全てだな、この子は。こんなところで倒れられないわ。しかも失礼な女の前でなんて絶対に嫌。私はただ自分のためだけに体に鞭を打って立っている状態だった。後からポヘ2世から聞いた話だけど、この時の私の気迫はまるで臨戦態勢の狼のようだったらしいわ。そう見えてもおかしくないわ。だってそれくらい私は必死だったの。後から聞いた話ってことは、一応ここはなんとかくぐり抜けたわけだね。持てる気力を目に込めて、目力、失礼な女を睨みつけたわ。でも失礼な女はそんな私の眼光なんて毛ほども怖いって感じてない雰囲気で。ああ、やだやだ。こんなことで熱くなっちゃってさ、なんかダサい。急に戦闘意欲がそがれてしまったかのように、私が噛みついた傷跡をペロペロと舐め始めたの。何よ、敵の私が目の前にいるのにその余裕の態度は。私は憤慨したけど、それを口にする元気なんてなかったわ。それを知ってか知らずか、失礼な女は気だるそうにさらに言ったの。
もうやる気なくしちゃった。毛皮も汚れちゃったし、美穂に綺麗にしてもらおう。それにボロボロのタヌキをいじめてもつまんないしね。今日はあんたの一人目にして見逃してあげる。そこのとぼけた顔のお友達、早くこのタヌキを持って帰って、私も忙しいんだ。よろしくね。え、とぼけた顔って僕？お前しかおらん。あんた以外にいないでしょ。あ、それと次見かけたら予告なしでその小さい喉笛噛み切ってやるから覚えておきなさいよ。そう言うと失礼な女は尻尾を向けて夜の街へと消えていってしまった。見逃されて命拾い。これって完全に私の負けってこと？私が覚えているのはその苦々しいまでの悔しさと、ポヘ2世が私の名前を呼びながら駆け寄ってきたらしいってことだけ。情けないことに、あの失礼な女の姿が見えなくなった途端に足の痛みで気絶してしまったの。根性あるなぁ。次に目が覚めた時、私の足にはギプスが巻かれて、目の前にはいっぱいの涙を溜めたエミちゃんの顔があったの。ごめんね、エミちゃん。私は後悔して反省したわ。もうエミちゃんを泣かせない。って。シャルちゃん、調子はどう？お見舞いに来たよ。ガチ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 。なんか蓄えてる的な感じだね。何この煮干しの山は。やっぱりカルシウムだ。骨弱いから。カルシウム摂取よ。足がこんなで練習もできないから、なんの？いっぱいカルシウムを取って早く骨をくっつけるの。それに骨も丈夫になるっていうから一石二鳥ね。え、練習？一体練習って何の？戦闘訓練よ。根性あるなぁ。え？私決めたのよ。エミちゃんを悲しませないって。それと戦闘訓練ってどんな関係があるの？何よ、相変わらず鈍いわね。私が弱くてあの女に負けて怪我しちゃって、エミちゃんが泣いたんじゃない？だったら私が強くなってあの女に勝って怪我もしなければエミちゃんが泣くこともないわ。だから私強くなるの。スパルタ。そうよ、この町内、いえ、あの土佐犬と勝負しても勝てるくらいにならないと。土佐犬？あの失礼な女を完膚なきまでに叩き伏せることなんて無理だわ。土佐犬いるんだ。私の目指すものは完全勝利。そのくらいになれば、あの千田さんに張り付いてる目障りな人間も一撃で撃退できるはずだわ。考え直そうよ、シャルちゃん。そんなことしなくても、もうあの人たちに関わらなければエミちゃんが泣くようなことにはならないと思うよ。ね、そうしよう。いいえ、負けっぱなしって絶対に嫌。ともかく、ポヘ2世、この傷が癒えたら、あんたが練習相手だからね。なるか？え、そんな乱暴なことやりたくないよ。うっさい、私がやるって決めたらやるのよ。口答えはしないで。そんなーって、やるんでしょ？私がやるって決めたらやるのよ。見てなさい、あの失礼女。次に会った時は、ギッタギタにしてやるんだから。おぉ。めっちゃトレーニングしてる。エンディング19、宿敵。こっちは宿敵だと思ってんだね。はい、ということで、残るはもう力でねじ伏せるしかないよね。うん。ま、多分やべえことになりそうだけど。はい。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。